最強のスーパーダイエットフードあなたにお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、糖質を気にせずに美味しく食べて痩せる方法がわかるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、今腸活のプレゼント動画お付けしておりますので、ぜひお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。一つ目の項目になるんですけれども、なぜこのスーパーダイエットフードを食べると痩せることができるのか、その理由なんですが、もうそれはあなたの腸内環境が整う食べ物だからなんですね。あなたがもしダイエットを成功させたい、健康的で綺麗になりたいと願っていらっしゃるようでありましたら、私とご一緒に腸活を始めましょう。それはどういうことかと言いますと、あなたの腸内環境が悪いままだと決してね、痩せることができないからなんですよね。そもそも体質自体の、その痩せ体質に変える必要があるわけです。そうしないと、どんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動をね頑張ったとしても、長期的に痩せることができない。痩せたとしてもまたリバウンドの、その悪いですね、負のスパイラルの繰り返しになりますから、もうそのスパイラルを断ち切るためには腸活取り組んでいただきたいと思います。そのために必要なのが、腸内環境を整えるために必要な、その食物繊維を取ることなんですよね。ですから私が今回お伝えするこのスーパーダイエット食品はですね、この食物繊維がもうとっても、もうずば抜けて豊富なんですよ。ですから結果、あなたの腸の中にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、元気にしてあげないと痩せ体質になることができない。そのためには、その痩せ菌たちが欲しいですね、餌があるんですよね。痩せ菌たちだってご飯がいるわけですよ。その時に餌となるのが食物繊維なわけなんです。では次の項目2つ目に移ります。では一体そのスーパーダイエットフードですねは何でしょうかということなんですが、今回私があなたにお伝えしたいのはこちらです。健やかに美味しい玄米とスーパー大麦ご飯の、なんとレトルトパック食品なんです。もう私実はですね、もうこれをお伝えしたくてしたくて、もうずっとここ数ヶ月探してたんですよね。ないなないなって。そしてまあ別動画でも、このスーパー大麦をですね、蒸したものを、そのカルディさんに見つけたのもまあご紹介したんですけれども、あれはあれで便利なんですよね。もう蒸してあるから、まあ普段のサラダやもちろんお米とかスープのにこうパラパラっと入れてしまうと便利だったので、ご紹介している動画もあるんです。ぜひご参考にしてみてください。ただしですね、このまま食べようと思ったら、やはりですね、なかなか普通のこうスーパーで売ってなかったんですよね。もうありとあらゆるスーパーをですね、はしごしまして、ここのお米のコーナーに行ってはですね、もうじっとこう棚をですね、こうくまなく探してたんですよ。でもやっぱり置いてなくって、もう半分諦めかけてたんですよね。そこがですよ、なんとなんと、実は先日私の主人がですね、アマゾンでなんか頼んだ商品がね、その近くのコンビニファミマに着いたって連絡が来たから、取りっていいかなって言うから、いいよいいよってこう一緒にまあ行ったわけですよ。で、何気なしに、いつもならこう結構車で待ってることが多いんですけれども、まあ、ちょっとね見てみようかな、腸活のおやつとかあるかななんてこう気軽に入ってみたんですよね。そしてふっとそのまあ何気なくこういつもチェックするんですよ、くまなくですね。これがなんと、もう本当に町のそのコンビニですよね、ファミリーマートさんにこれ置いてあったんですよ。もう一回もう目を疑いまして、えみたいな、あったーってね、もうスーッと一枚も手に取って、もう原材料名もチェックしたところ、素晴らしいんですよ原材料が。玄米を使ってくださってるんですけれども、白米じゃないとかいいでしょ、玄米なんですよ。で、玄米はこの金の息吹を使用で、米印ですね、金の息吹は通常の玄米と比較して胚芽の大きさがなんと約3倍もある玄米を使ってくださってて、しかもですよ、国産玄米使用なんですよね。
よくないですか。もう私感動して、玄米で国産でしかもなんかめちゃくちゃいい玄米使ってくださってると思って、ものすごくねありがたいと思ったんですよ。でプラスこのスーパー大麦っていうのがですね、まあ、私先ほどねお伝えしたその別動画でももう熱く語ってるんですけれども、バーリーマックスと言います。でこれは私がですね大好きな国、あのホストファミリーもねいるんですけれども、オーストラリア、南半球ですね、オーストラリア政府がですねなんと10年もの歳月をかけて開発してくれたその大麦の奈良のスーパー大麦なんですよね。でこちらがすごいのが、一般の大麦と比べてもう先ほどの善玉菌の餌となるその食物繊維がですねなんと2倍も入っていて、レジスタントスターチというその成分も4倍も入ってるんですよね。でこれ何がいいかって言いますと、まあ、もちろんその野生菌のね餌になるのも丸なんですが、このレジスタントスターチとその種類があなたの腸内のその隅々までですねもう時間差でなんと届けてくれるという食物繊維を崩れないわけですよね。もう最後の最後までこう生き続けて善玉菌に餌をあげてくれるっていうんですよ。すごくないですか。その大麦とプラス私普段もあの白米は一切食べないんですよね。玄米です。玄米食なんですね。で白米っていうのはもうご存知の通り太ります。なんて言ってもその栄養がもう全部削ぎ落とされているものですし、また血糖値をバーンとこの急上昇させてしまう食べ物ですから、まあ、パンに比べたらねまだマシなんですけども、お米の方がそれでもやっぱり玄米に比べるとあなたの血糖値を急上昇させます。結果あなたの体内で脂肪がどんどん溜まります。そして太りますなんですよね。ところがこの玄米食にしてくださると何がいいかっていうと、その白米のように血糖値を急上昇させず緩やかに上昇させてくれるので、結果糖質なんですよ。玄米も糖質なんですけれども、結果脂肪をその蓄積するのを抑えてくれる効果が非常に高いので太りにくいわけです。低GI食品といいます。でプラス白米に比べたら食物繊維にはビタミン、ミネラルも豊富、要するに栄養がこうギュッと詰まってるものなんですよね。ですから同じ糖質でも、まあ、同じお米の部類でもですね、黒米の中でもやっぱり玄米がね痩せるんですよね。なので私は日頃何を食べているかと言いますと、もう主食はその玄米なんですよね。玄米に、まあ、時々その18穀米入れたり16穀米入れたり、あのキムは入れたりアマランサス入れたりですね、まあ、別の動画でもどんどんご紹介してますけれども、そういったその雑穀、痩せる雑穀系を、まあ、日替わりでね美味しく混ぜながら、まあ、いただいてるんですけれども、そこにやっぱりこのスーパーオムニバーリーマックス の、 あの乾燥タイプですね、お米と一緒に混ぜて炊くタイプっていうのももちろん使ってますが、なかなかそのスーパーでは置いてないので、まあ、ネットになるんですよね。ネット注文になりやすいんですよ、バーリーマックスって。でもいかがですか、これがあったら簡単なんですよ。だってここをですねペリッとめくって、この線までめくります。レンチンでいいんですよ。電子レンジで、ですね、500ワットまたは600ワットで約2分チンすれば、あなたのダイエット食はもうあっという間にできてしまうんですよね。よくダイエットあるあるなんですけれども、よくご相談を受けるのが、もう先生って、私これ食べたいんです、本当は玄米にしたい、スーパー大麦も入れたい、雑穀も入れたい、だけどうちの主人が嫌がるんですよっていかがですか。あなたのご主人様もですね、もうとにかく白いお米大好きっていう男性の方多くないですか。多いんですよね、私の周りは。あなたもいかがでしょうか。もしくはお子さんでもいいですよ。お子さんがとにかく嫌がる、こういうあの茶色いねお米、雑穀、何この茶色いのって、もう白いお米が食べたいとかね言われたら、もう仕方ないかなと思って、結果やっぱりお母さんたちってご家族に合わせてしまいますから、我慢してご家族に合わせてですね、やっぱり私も先生どうしてもね白米になってしまうんですよねっておっしゃってるとしたら、こちらです、あなたの強い味方がありますよ。いいんですよ、ご家族もねもちろん召し上がってもらいたいんですよ。私だって、だって白米より絶対こっちの方が健康にもいいし痩せますからね、絶対こっちの方がいいに決まってる、栄養も高いし。でも
でもですね、やっぱりその無理やり食べさせてしまって結果それがそのストレスになってしまうのもやっぱりね良くないですよね。なぜかというとそのストレスかかると、まあ、腸が動かなくなってしまうからなんですよね。なのであなたがまずはお手本となっていただければいいんです。まずはあなたがこういったものを召し上がります、なんかね健康的になって綺麗に痩せて、もう気持ちも晴れやかになって、ご家族にもこう優しくなってきた、それを見たご主人お子さんがなんかママ変わったなって、なんか違うよねっていいねって言われたじゃないですか。そうなったら時から次ご家族ですよね。なんかママが食べてるこれがどうやらいいらしいぞって、じゃあ私も僕も俺もって食べてくれるようになりますから。なぜかというと私の家族はそうだったからです私の主人も娘を最初はね嫌がってたんですよ。たまには白い米食べたいとかね言われてたんですけど、まあ、徐々に徐々にですね、一気に変えちゃうと、まあ、慣れないからね嫌だったので、まあ、私は食べてましたけれども、家族にはこう徐々に慣らしていくっていうね、教育です、食育。そうするとなんかいいなってこう見てる側ってやっぱ食べたくなるんですよ。そのうち食べたくなってきて、結果食べ出して結果味覚が変わってこれが美味しいってなりますから、まずはあなたもご家族に合わせることがその難しいということであれば、あなただけですね、こちらをファミリーマートさんで買えばいいんですよ。でこれがですね、ちなみにですね、税別が200円だったので、レシート見たら税込みで216円なんですね。で1パックあたり 150g 入ってます。 150g を1回で食べないでくださいね。もしあなたがダイエットを成功させたいのであれば、食べていい、糖質食べていいだけれども、これをぜひ2回に分けて2食分として召し上がってください。十分満足できますよ。私もそうです、私もそうしています。なぜかというと、これよく噛むんですよ。玄米とスーパーおむぎってもうめちゃくちゃよく噛まないとやっぱり消化吸収できませんし、胃が悪い方は特に消化に負担かけますから、もうとにかくすごく噛んでください。100回ぐらい噛んでください。そうするともうこれだけでお腹いっぱいになります。私はおにぎりを作ってみたり、またちょっと量満足感ですよね、満腹感を出したなっていう時は雑炊にします、おかゆとか。そうするとふっくり上がりますから、もうこれだけですっごく満足なんですよね。ぜひ試してみてください。もうおそらくそのうちですね、雑炊だと3回ぐらいに分けてもふーってねお腹いっぱいになって、その美味しそうに食べてる姿を見てね、あなたのご家族も食べてみたいなって思えるようになっていただければ嬉しいなって思います。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめです。まずなぜこのスーパーダイエットフードで痩せることができるのかでしたよね。それはあなたの腸内環境を整えてくれるから、痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌となる食物繊維が豊富だからでしたよね。そしてじゃあ何を食べればいいんでしょうかということで、今回選びましたのはファミリーマートさんで、まあ、偶然見つけたと言いますか、まあ、探し続けてたからね、私火を引き寄せたと思ってるんですけれども、この玄米とスーパー大麦のご飯レトルトパックです。これが良いのは、そのもしねご家族の方がその反対というか、こう心よく思ってくれてない環境であれば、その普段炊けないわけですよね、玄米とか多く。でもあなたはダイエットしたいわけです、あなたは食べたいという時に、このレトルトパックがあれば、あなたの1食分ならぬ2食3食と分けていただく量になりますから、ぜひあなたのダイエットフードとして、もちろん糖質はね入ってるんですよ、結構入っています。 150g あたり 44.4g 入ってはいるんですけれども、白米と違う糖質の質、もうより高度なですね、もう高品質の糖質ですから、これは低 GI 値食品ですので、たとえこの糖質を取ったとしても、あなたの血糖値の急上昇がなくなって、脂肪を溜め込まなくなって、食べても太らないんですよ。その代わりよくよく噛むこと、そして量は2回から3回に分けて1食ずつ召し上がっていただくことを守ってくだされば、心配しなくても大丈夫ですよということ。そして最後にですね、このチャンネルではこのような腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたがリバウンドせずに、もうとにかくですよ、ベースは健康です、健康的にきれいに痩せるを応援しておりますので、ぜひ別の動画もご参考にしていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。